どうも皆さん、空を影丸です。今回も続き見殺しデス実況プレイやっていきたいと思います。ということで、前回からですね、ついにデスゲームが始まってしまいまして、今回は第1章シュレディンガーの箱の中ということで、プアメイドの血ゲームというものをやらされることになりました。とりあえず腕輪の解除キーを探すっていう話ですね。で、4人中3人しか助からないという話で、とりあえずじゃあこの部屋を探していこう。まずは人物に話しかけましょう。てか、しきみがいないね。腕は力ではどうにもできないみたい。やはり解除キーがないとダメなのか。でもね、血液の減りはすごくゆっくりみたいだよ。まだ 99% から数値動いてないから。なんで今お菓子出した？考える時間も悩む時間もたっぷりあると思う。みんなで頑張ろうね。わかった。エンセ、幸せとはどこで知り合ったんだ？ああ、あいつとは保健室登校してた時に知り合った。同じ学校の生徒だったのか。クラスには馴染めなかったんだとよ。クラスメイトっていう人種はクソだ。弱いやつで群れ、さらに弱いやつを弾き出すクソだ。数年経てばなかったことになる関係なんかに必死になるなんて、本当人間ってクソだよな。幸せには何回か話すうちに懐かれたみてえだな。部屋に勝手に上がり込んでくんだ。これだから人間は嫌いなんだよ。何笑ってんだ、気持ち悪い。いや、すまんすまん。最近は犬猫だけに世話を焼いていると思ってたんだが、勘違いだったようだ。やっぱり人間にもそうなんだな。嬉しいよ。エンセは昔と全然変わってない。ニヤニヤすんな、顔がうるさい。顔がうるさいってなんだ。いいですね、微笑ましい幼馴染の関係。この青とオレンジ、それぞれ左右の扉見てみようか。青い扉だ。扉に何か書いてあるな。うん、絵の下に数字を入力できるパネルがある。あ、この時計のやつだな。試しに入力してみようか。ええ、なんだろう。短い針、長い針を刺しているとして、この紐が吊るされている紐が短い方が短針を表してて、長い方が長針を表していると考えましょう。長針はこれ9を指してるよね。で、短針はこれ何指してる？ 1,2,3,4 かな。4か5だな。となると、あ、でも多分これ5だな。これ逆さにできる数字をやってると思うから、ここが9、あ、言い過ぎた、9でしょ。で、逆さにして5のままだよね。で、それを逆さにしているから2だ。で、これ5だ。となるとここ6。これ解けたらおもろいやけど。9256。あれ、何もならない。ってことは違うのか。うん、待てよ。あ、9526か。あ、これをこの状態でひっくり返すと、いや、9256で合ってるはずだな。ってことは俺が間違ってるな、何か。試しに9526やってみましょうか。あ、やっぱりダメだよね。ってことは俺の推理が違うのか。なんだろう。まあ一旦置いといて、じゃあ右の扉。赤い扉だ。扉は開かないようだ。うん、扉には何か仕掛けのようなものがついてる。あ、さっきは時計だったけど、今度はモニターだな。四角い部分に触れると色が変わるようだ。色を変えたらこの扉が開くかもしれないな。あ、これだから、あの上のモニターとが、この紫の線が下にあるけど、こっちは上にあるから、逆さで考えて右を青にして真ん中黄色にしたらいいんじゃない。あ、開いた。開いた。先に進んでみるか。ちょっと待って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 、一旦時計調べていいですか。鳩時計を完成させろか。そこの掛け時計、ただ動いてないだけで何かが、足りない感じはしないか。ほう、あ、なんか隠されてんのかな。完成させろ、時計だ。よく見たらこの時計動いてないじゃないか。今は一体いつなんだ。掛け時計から不気味な人形が吊るされている。うん、あ、数字書いてあったわ。あ、1回1回
指してるあのこの時間の方向みたいな、なんか長針を表し短針を表しみたいな、ちょっと恥ずかしい勝手な妄想を繰り広げてしまった。じゃあ9116か、9116行きました。あ、両方開いたな。開いた。先に進んでみるか。巨大なディスプレイだ。左右には、スピーカーがついてる。ディスプレイには何も映ってない。さっきまで一応映ってたけど。で、この鳥かごさんは何？鳥かごの中に鳩がいる。あ、完成させろってそういうことかな、まさか。コロッポー。はい、鳩さん。鳩さんは平和の象徴なんだよ。そうだね。狭い鳥かごに閉じ込められてるなんてかわいそうだね。自由にさせてあげたいな。そうだな。鳥かごを開けるには南京錠に正しい数字を入力しなければならないようだ。ただでさえ腕輪にも打たなきゃいけないという。なるほど。あ、ちなみに一応あれかな、その数字が何桁かだけ見ておくか。あ、3桁だ。なんだろう、それこそ9時、これは何分、15、20、9時20分みたいな。違いますね。違いますね。しきみがいないのも気になるしね。じゃあ左から行きましょう。あ、いた。このアングル面白いな。しきみ。ん？あれ？この部屋、こんだけしかねえのか。それなら、さっきの部屋でこと足りたろ。あはは。なんかすごい存在感を放つものがあるね。あれじゃん。なんて言うんだっけ、これ。なんて言うんだっけ、これ、運命の口だっけみたいなやつあるよね。もっと、もっと近くで見てみようよ。これか。これは顔？口の部分に穴が開いてるな。この顔をどこかで見た気がするんだが。ボッカデラベリタ。え？イタリアにある観光名所の一つだよ。あ、そう、真実の口だ。運命の口じゃなかった。日本では真実の口だね。この口の中に手を入れて嘘をつくと手が切り落とされちゃうんだって。そんな怖かったっけ？嘘つきには当然の報いだよね。そうなのか。幸せは白色だな。えへへ、弥生に褒められた。嬉しい。手が切り落とされるね。なるほど。腕輪を取る方法分かったよ。何？教えろ、しきみ。この口に手を突っ込んで嘘をつけば手首が切り落とされて腕輪が取れるようになるよ。やったね。悪い冗談だな。それは最終手段になりそうだな。最終手段にはなるのか。死ぬよりはマシだろ。ねえねえ、お口の中に何かあったりしないかな。切り落とされるかもしれねえのに手を突っ込めってか。そうじゃないよ。脱出の手がかりがあるかもしれないと思って。口の中に何かあるかもしれないか。うわー、入れるー。即決で入れるー。よし、手を入れてみよう。やめとけば。嘘をついたら手首切り落とされるんでしょ。俺は嘘などはつかん。手首がなくなることなどは絶対にない。かっこいい。待て、俺が入れる。え、危ねえんだろ。だったら俺がやる。この俺の人間の手、視界にも入れたくなかったからちょうどいいぜ。あ、待った待った。エンセがやるなら僕がやる。しきみ、いきなり何を。危険だ、手を出せ。やだよ。マジで？エンセにばっかりいい顔させるかっての。要は嘘をつかなきゃいいんでしょ。平気だよ。弥生、大好きだよ。今言うことか。それに気色悪いからやめろ。しきみ、あんまり喋らない方がいいよ。平気平気。こんなの全然余裕だから。え、まさか本当に？あっぶな、危な、危な。マジで手なくなるとこだった。だからあんま喋んなって幸せが言ったろ、クソ人間が。はあ、心臓がキュッてなったよ。今のは平気平気、こんなの余裕だからって言ったら来たってことは、全然余裕じゃなかったってことだね。動揺を隠してるっていう嘘か。大丈夫か、しきみ。うん、平気。こんな危険を犯したんだ。収穫はあったんだろうな、デクノボ。デクノボ？ちっちっち。デクちゃん呼ばわりは少し早いよ。お！ほれ、なんか紙みたいなの掴んだよ。
4? どういう意味かな。いや、もう一回手を入れる気にはなれないかな。今のを見て、俺も、いや、私も手を入れる気にはなれん。小さい体なら、口の中に入って取りに行けそうだけどな。弥生、口の中に入れる？入れるわけないだろ。チビだからってバカにしたな。あはは、冗談だよ。何にマジになってんの？心配して損した気分だ。大丈夫なのかよ。4か。パスワードの一部かな。しきみの手首が切り落とされそうになったのを見て、もう一度手を入れる気にはなれん。まあ、そうだよな。これ何？心もとない伝統の光だ。伝統か。あれだ。階段のあの、何その、なんて言うんだっけ、あのほら、螺旋階段のとこにあるやつね。戻りましょうか。さあ、じゃあ次はやっぱまあ右の赤の部屋かな。行ってみよう。ん、待って。今さ、後ろってあった。あ、気づかなかったけど後ろあったのか。なんかめっちゃ可愛いのがある。先にここ調べた方が良さそうだな。何これ可愛い。これに名前を付けてみますか。特に意味ありません。付けます。4文字か。うさちゃんでしょ。なんかすごいなんか幸薄そうなうさぎちゃんだから、そうだな、じゃあ幸うさで幸が薄いのとうさぎをかけてこう幸うさいみたいな。でも4文字なんで幸うさで可愛いでしょ。よし、今日からお前は幸うさだ。まあ意味はないんだよね。で、なんか紙が落ちてる。何か落ちている。これは、お、俺たちの写真だ。しきみと思われる若い子がすっごい口からボロボロ落としてるのだけわかる。あと弥生の髪の毛がすごい長くて、あれだね、遠征くんのその顔が隠れてるね。ハッピーバースデー4月14日。4月14日はしきみの誕生日か。遠征の顔だけ黒く塗りつぶされてる。自分でやったのかな。そもそもこの写真を撮った時、遠征は、いつも通り嫌がってうまく写っていなかったはず。なんでわざわざ塗りつぶされているんだ。なんか関係すんのかな。しきみここにいたのか。はあ、手首がなくならなくてよかった。少しちびっちゃったよ。あ、これ弥生にはない、秘密ね。その弥生は俺なんだが。うわ、ほんとだ。きゃー、恥ずかしい。はあ、このでっかいモニターみたいな何？白い絵が額縁に飾られている。これ絵なんだ。ん？これよく見たらピースが真っ白なパズルのようだ。うわ、難しそう。これはね、ミルクパズルって言うんだよ。なんか聞いたことあるね。ミルク？美味しいの？食べられないよ。パズルだもん。僕を舐めてもらっちゃ困るね。いや、いくら大食いとはいえ。泣けなしのバイト代でスイーツバイキングを食い荒らしに行った僕だよ。このくらい余裕の余裕の余裕だよ。あら、壊せ。おかげで財布はすっからかん。自業自得だ。で、この蜘蛛の巣、なんかついてるな。蜘蛛の糸に蝶がかかってる。これ蝶々か。いや、これは蝶のおもちゃだ。蜘蛛の糸もただの裁縫の糸。何のためにこんなものか。この蝶々取れないの？取れないのか。じゃあこの左右のパネルみたいなのは？この現実とは別にもう一つの現実が存在する。ほう。じゃあ左のパネル。 Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set of a tornado in Texas？ え？何を言ってるのか全くわからない。テキサスの中のトルナドを飛び立って、セットオフってなんだっけ？飛び立つだっけ？電源を切るだっけ？忘れちゃったな。ブラジルの中の蝶々の羽のフラップ、羽ばたき？わかんない。一つもわからない。一つもわからないので一旦無視して、右の赤い部屋に行きましょう。で、ここだね。怪しいな。この部屋は何の部屋なのかな？めちゃめちゃ怪しい赤いボタンがあるんだよな。なんかくすぐられたような。え？くすぐられた？え？なんだろう？怖くない？チェックセーブしよう。これボタン調べるしかないよな。この辺なんか他に調べられないもんね。行くよ。
弥生見てみて。あそこにスイッチがあるよ。押してみたら何か起こるかも。ああ、そんな簡単に。ああ待て、幸せ、危険だぞ。全員揃うのを待った方が。押してみるね。嘘でしょ。ああ、え、なんだこれは。あれあれ、戻れなくなっちゃった。鉄骨あたりみたいなやつだ。くっ、罠だったのか。何かある。紙切れ。紙切れには何が書いてあるんだ。腹をくくれって書いてある。腹をくくれ。わかった。勇気を出してこの細い橋を渡ればいいんだね。か、簡単に言ってくれるな。この下見えてないのか。何、うわ、針山だ。もし落ちたら痛いだけじゃ済まされない。死ぬ。何か安全に渡れる方法はないか。弥生、怖い？俺は男だから全然怖くなんかないぞ。幸せは怖いだろう。少し待っててくれ。遠征と四季民に助けを求めてくる。僕も、僕も男の子だよ。だから怖くないよ。今からそっちに戻るね。え、弥生も遠征も四季民も頑張ってる。だから僕も頑張るの。足手まといにはならないからね。大丈夫か？無理するなよ。怖くなったらすぐに引き返すんだぞ。弥生くんが実は怖がってるからっていうのも映されてるんだろうね、これは。うん、頑張るね。ちゃんと分かってるのか？行くよ。怖っ、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 大丈夫か？よいしょ、よいしょ。うわ、大丈夫か？平気だよ。見てられない。落ち着いて、落ち着いて。もう少しだ。よし、もう大丈夫だ。幸せ。怖かったよ。怖かったな。よく頑張ったな。よしよし、たくさん泣け。いやー、よかった、無事で。あ、なんか数字が出てない？大丈夫か？うん。ねえ弥生、どうした？僕偉い？ああ、よく頑張った。さあ、そして壁に数字が現れている。4。これは覚えておいた方が良さそうだな。このくすぐられたが気になるけど、まあ戻りましょうか。弥生、さっき僕が泣いたことをみんなには内緒ね。恥ずかしいから。絶対内緒だよ。ああ、誰にも言わないさ。ありがとう。さあ、どうしたもんか。一旦これで集まったら、あれり、4が出てるな。いつの間にかパズルがなくなってる。パズルの下に、何か数字が書いてあったのか。4。これは覚えておいた方が良さそうだ。これ全部4だな。444。あ、さっきの写真なくなってる。あれ、アイテムに入ったのか。アイテムなんかないな、っていうか。あ、アイテム集。あ、思い出の写真あったわ。紫の部屋に落ちていた写真。遠征四季民弥生が写ってるが、遠征の顔だけ、黒く塗りつぶされている。気になるね。って思ったんだけど、4と4が来たから、真ん中1で414で、誰かの誕生日だったよね、確かね。違うな、登場人物紹介か。やっぱそう、四季民の誕生日だ、414。かなと思ってたんだけど、パズルの裏にあったのは4だから、444になるな。試してみようか。今パスワード打てんのここだけだな。クラッポー。さあ、じゃあ、ハトさんを助けるためにちょっと打ってみようか。4、4、4。来た！よし、開いた。ほら、出てこい。貴様は自由だぞ。くるっ。弥生を怖がってるみたいだね。
俺のせいか。弥生は話し方が威圧的だから。むむ、ハトが怖がらなそうな人、エンセにでも頼んでみるか。エンセ、ちょっと相談があるんだが。なんだよ。この後怖がって外に出てきてくれないんだ。出してやれないか。ん、ハト、プルプル。こんな狭いところに閉じ込められて、これだから人間ってやつは。ほら外に出な。くるるる。ほら出た。エンセの喋り方もまあまあ威圧的だと思うんだけどな。あ？はは、懐かれたみたいだな。さすがエンセだ。何がさすがなんだよ。ハトはエンセが優しいことをセツナで分かったようだぞ。賢いハトだな。ははち、うぜ。クロッポ。俺みたいな人間なんかに懐いてもいいことないぞ。クロッポ。ん、元気だな。心なしか嬉しそうだ。よかったよかった、ハトちゃん。あ、嬉しそう。本譜出してる。よかったよかった。で、どうしたらいいんだ？イグジット。そういえば俺出口見てなかった。あ、いたね。通路は一人一人ぐらいしか、入れなさそうだ。入ってみるか。うわ、腕輪が解除されていません。先に進むには腕輪を解除してからお通りください。なるほど。むむ、腕輪を解除しないと先には進めないようだな。はあ、なるほど。さあどうしたらいいんだ。こっからの動きがわからないな。あ、なあエンセ。あ、なんだよ。その後時計の穴の中に入らせたりできないか。ハトを時計に？ダメだろうか。ハトはクソな人間と違う。人間の勝手に付き合わせたくねえ。けどこいつがいいって言うなら止める筋合いはね。お前いけるか。クロッポ。うん、そうか、いけるってよ。エンセ、ハトの言葉はわかるんだ。フィーリングだフィーリング。考えるな感じろってやつね。うんうん、はいはい。動物は素直でわかりやすいんだよ。嘘をつくにエクソ人間とは違ってな。クロッ。入んのか。ほら行ってこい。無理しないでね、ハトさん。プルポ。ええ、なんだよこの音。おい、戻ってこいなあ。なんで、ハトさん。ねえ、ハトちゃんが口に加えてるのって、わわわ、血だらけだ。ああ、解除キーの束だ。趣味が悪い黒幕、悪趣味すぎる。いい子だ。さて、ここからが本題だね。解除キーを誰が使うかか。誰か一人が腕輪を解除できない、つまりは死ぬ。今の血液量は 98%。 まだまだ時間はあるよ。もう一個解除キー探そう。あのね、シアタン、シアタン、誘拐犯が4つ目を用意してると思う？思わねえな。4人で3つしかない解除キーを奪い合う。ここに連れてきたやつはそんなドロドロのクソ人間劇を見てんだろ。僕、みんなと喧嘩したくないよ。じゃあみんなで死ぬ。え、シアタン、争いたくないなら解除キーを使わずにここでみんな死ぬってのも一つの選択肢だよ。まあ僕は死にたくないから解除キーを使うけどね。死ぬなら一人でどうぞ、シアタン。そうだよね、エンセと弥生とシキミは仲のいいお友達なんだもんね。ポットでの僕じゃ3人の中に入る余地はないよね。なんかそんな悲しいこと言わないでよ。誰かを見捨てるとしたらやっぱり僕だよね。あ、え、
幸せの腕輪が外れた。ええ、なんで。ちょっとエンセ、何やってんの。こいつに解除キーを使ったら僕たち3人のうち1人死ぬことになるんだよ。知らねえよ、人間が考えたルールなんだな。嘘でしょ、信じらんない。エンセ、どうして僕を助けたりなんか。3人は仲のいいお友達なんでしょ、3人で助かりたくないの。てめえがうるせえから黙らせたかっただけだ。解除キー俺はいらねえ、他の2つはてめえらで使いやがれ。エンセ、お前は本当に優しいな、昔から何も変わってない。エンセは幸せくんに助かってほしいのね。じゃあエンセが死ぬってことで。お前エンセを見殺しにするつもりか。だって本人が殺せって言ってるんだよ。エンセが死んだら悲しむ僕たちの気持ちも考えないでさ。こんなやつのどこが優しいんだよ。こんなやつ見殺しにしちゃえばいいんだ。しきみ、お前。じゃあてめえはどうしたいんだよ。俺のせいで解除キーの一つはそのクソ人間に使っちまったんだぞ。エンセは残酷だよね。僕はこれからもずっと3人でいたかったのに。その選択肢をなくしちゃうんだもの。ごめんなさい。ほんとそうだよ、君は疫病神だ。疫病神。しきみやめろ、幸せを責めるのはお門違いだ。少し頭を冷やせ。必要ない、しばらくしたら体全体冷えるでしょ。幸せくん以外はね。う、だからやめろ。何を言っても解除キーは残り2つだ、これ以上増えることはない。私たちを選ぶしかない。私たちの中で誰を見捨てるか。せーので見捨てるやつを指さそう。一番指さされたやつが解除キーを使えない。それでどうだ。わかった。ああ、これで誰が選ばれても恨みっこなしだ。急に来たな。てか俺は今それよりも時計にさ刺さってるナイフとフォークじゃなくてスプーンとフォークが、そのしきみがたまに取り出すスプーンとフォークとなんか共通してる気がしてちょっと怖いんだよな。あれかな、ミスリードかな、気にしすぎかもしれないけど。エンセ、しきみ、この二人のどちらかを見捨てなければいけない。決めなければ。うわー、どちらを見殺しにする。エンセ、しきみ、うわー、どうするべきだろうこれ。いやでもね、でもですよ、まあ一番最初にエンセが言ってた通り、なんかエンセはもう自分が犠牲になることを望んでるというか、もうしょうがないっていう風に受け入れようとしてるわけだ。でしきみはでもエンセがすごい、エンセのことすごい甘やかしてるというか溺愛してるから、エンセを生きさせたい気もするんだけど、まあストーリー展開的に言ったらエンセを見殺しにするのが、まあ一番最初に見るべきルートなのかもしれないと思うので、ここはエンセを選んでいきましょうか。ごめんエンセ。うわーやだ、押したくないなこれ。決めたか。うん、決めた、決めたよ。決めるしかないんでしょ。俺も決めた。じゃあ行くぞ、せーの。そうきたか。え、決まったみてえだな。エンセ、しきみ、どうしてお前たちは私のことが嫌いなのか。しきみ、なんで弥生を。
なんでなんて聞く必要ないでしょ。さあ遠征、腕輪を解除しよう。待て、まだ話は終わってないぞ。弥生、誰が選ばれても恨みっこなしなんだよね。君が言ったんだよ。マジで？二人の腕輪が外れた。お疲れ様でした。解除キーが3つ使用されましたので、ブアメイドのチゲームは終了します。あ、ブアメイドだったんだ。俺、プアメイドって言ってたわ。腕輪を解除した3名は扉の先に進んでください。扉と扉の間の通路に入ると、手前の扉が閉じ、奥の扉が開かれます。腕輪をした人物が入ると先に進めないので、抵抗せずにその場に 待機してください。ちょっと待って、なんで今この状況で二人はそのハトさん、いや、ハトさんもそれ心配だけど、心配とか悲しいけどさ、幼馴染なんだけどこっち。弥生の最後に一言だけ。え？僕は弥生を友達だと思ったことは一度もないよ。僕たちが出会わなければ、こんなことにはならなかったのかな。なんてね。もしもの世界なんてないのにね。どういうこと？ずっと幼馴染で3人でいたかったっつって、でも友達だと思ったことは一度もなかった。どういうこと？なんか背景があんのかな。いや、よい、人間ってクソだろ。俺がいい見本だ。ごめんな。マジで？鳩の血にまみれた時計だ。幸せくん。いや、よい。ごめん。ごめんね。僕のせいで。僕が臆病だから。僕に勇気がなかったから。本当に、ごめんなさい。みんな行っちゃった。一人になってしまった。私は死ぬのか。ポタリと指先から流れ落ちる生温かい血液。少しずつ、少しずつ私の中の血液は減っていって、静かに一人で死んでいく。いやだ。殺してやる。私を置いていったみんな。私を殺したみんな。死ねばいい。死んでも殺してやる。死んで、死んで、死んで、死、死、死にたくない。なんで？